皆さんにとって毎日の身だしなみの時間は欠かせないですよね。毎朝の決まったルーティーンを今より快適な空間で過ごすことができれば、一層張りのある生活を送ることができそうですね。どうもこんにちは。敷島住宅公式チャンネルの和田と申します。新しく住宅を購入する際に家の中の設備について悩まれる方は多いのではないでしょうか。特に毎日必ず使うことになるお風呂やキッチン、トイレなどの場所は、家を購入する前にどのような仕様のものがいいかよく考える必要がありますね。今回はその中でも洗面化粧台についてご紹介したいと思います。洗面化粧台は毎日の忙しい時間に必ず使用することになる場所ですよね。これから敷島住宅標準設備の TOTO の洗面化粧台オクターブについての特徴や魅力を4つお伝えしていきます。それではどうぞ。化粧台、化粧台の特徴は入れるものの大きさに合わせて考え抜かれた収納量です。下部キャビネットは大きなものを入れる開き戸タイプの収納に、背の高いボトルも入る肩引き出し戸を採用し、排水管も奥に寄せて収納スペースを 20% アップしました。さらに小物を収納しやすい内引き出し付きなので、お化粧に使う化粧水や乳液等のボトル類をきれいにしまうことができます。持っている化粧品の数が多くて収納に困っているという方におすすめです。最近は男性の方もスキンケアをすることが増えてきていますので、洗面周りは物が溢れがちですが、内引き出しや化粧鏡の収納部と置く場所が増えることで洗面化粧台がすっきりしますね。滑り台ボール、滑り台ボールとはボールの形が排水口に向かってなだらかな傾斜となっており、汚れが流れていきやすい形のものです。汚れが溜まりにくい、お掃除楽々排水口がついていたり、ハイバックガード付きの一体型ボールでお掃除が簡単なのが特徴です。そしてなるほどと感じる工夫は、排水口を奥側の端に寄せることで泡や髪の毛があっちこっちに行かず、まっすぐ流れるストレスフリーな構造を採用していることです。またボールは深くて広いので、洗濯など水を溜める作業をするにはもってこいですね。化粧鏡、化粧鏡の特徴は三面鏡、ワイド LED 照明、エコミラー仕様です。三面鏡の間口は90センチとなっており、鏡内の収納部には充電に便利なコンセントを設置。照明も一見どこについているかわからないのですが、電気をつけてみると中白色に近い色味が洗面化粧台を照らします。三面鏡の中央鏡にはヒーターなしでも曇らない曇り止めコートを施しています。電気を使わないエコ仕様になっているため、つけたり消したりする手間が省け、電気代の節約にもつながりますね。水洗金具、水洗金具は水とお湯の切り替え位置にカチッというクリック感を設けてお湯の出始めを知らせます。したがってお湯と水をしっかりと使い分けることができます。エアイン機能搭載で節水に貢献するエアインシャワーは、水滴に空気を含ませることで一粒一粒の水滴を大粒化し、適度な水量調節により少ない水でしっかり洗えるようにします。このエアインシャワーで年間約 20% の水を節水することができるとされています。日々の生活の中でできるだけ節水したいと考える方にはぴったりなのではないでしょうか。今回は TOTO の洗面化粧台オクターブについてご紹介しました。 TOTO の洗面化粧台には各部位に節電、節水、収納力といった魅力が詰まっているのですね。以上が当社が取り入れている TOTO オクターブの標準機能になります。その他オプションでも優れた使いやすい機能も用意しております。そちらの方のご紹介はまたにさせていただきます。ぜひ新築リフォームをお考えの方、ご参考になさってください。それでは本日の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄からホームページ、インスタグラム、ツイッターの方チェックをよろしくお願いいたします。では来週。